ね、ほらね、俺無理だもん。うわー、ホッケ久々。私も番長好きなんで。感じ悪いね。うわ、スーパーラッシュ、よかった。ほら、おかしいんだよ。ほら、ほら、ほら、超ラッシュ。うわー、終わった。はい、お疲れもん。今週も始まりました、ウイチとヘカールの面白いテレビ。はい、ヘカールじゃないよ。よく覚えてますね。もう同じこと言ってるけど、右と左は覚えらんない。覚えらんないのに、ヘカールなんだっけ、ヘカールのっていうね。そう、おいどんはヒカルでございますけれどもね。いやー、すごいね、前橋さんが。前橋さん、もう日本有数の名山でございますね、はい、前橋さん、群馬県は前橋市にございます、はい、スーパー D ステーション前橋店さんにお邪魔しております、はい、絶好のロケーション、屋上でございます。え、北斗でなんか引いたっけ。俺知らないんですけど、2台移動して。移動したんだ、珍しいね。北斗は立ち回るんです。子役は、子役いろいろ言いながら、うん、ふっと気づいたんですけど、うん、元の確率を知らなかった。32から38？ 33から38ですね。大体合ってましたね。大体合ってますね。ただおっかないんで、もう言わなかったんです。それおっかないってなんですか。いやだから曲がりないにも。まあ冗談ベルがいいんで、このまま、まあ当分打とうかなと。先週そんなこと一言も言ってないですね。うん、言ってなかった。おっかなかった。嘘嘘。65分の1だったんですよ、途中まで。ジョーダンベルが、うん、65分の1。冗談でしょう。さあ、うまく落ちたとこでね、後半戦どんな感じになるでしょうか。実戦再開でございます。俺の隣に空いてますからね。綺麗。というわけで後半戦330枚獲得しているところからスタートでございます。ラッシュは依然継続中。はい、どうも。後半戦スタートなんですけど、ちょっとね、考える部分があるんですね。今もう126ゲーム回してるんで、この台にこだわる理由はそんなないんですけれども、このね、このミサオパネルがですね、開いてたんですよ。ラッシュ引いてんすよね、一番最初に。332ゲームかで引いてんですよね。いや、悩むよね、悩む。後ろが出てんすよね。いや、やっぱ向こうなのかな。1400でボーナス3回だから、僕の1000ちょいでボーナス4回なんですよね。まあまあ、これですかね。まあいっか、移動するの面倒だからいっか、とりあえず200台まで打ってダメならあっちに移動っていうのも視野に入れます。まずい。わー、7回目中から押します。外れた、うん、終わりです。あっさりでしょ。よし、え、ああ、ボーナス7ですね。
かもしんないですけど、じゃあもういい、じゃあもういいよ、じゃああっちの角がダメならこっちの角でしょうね、もうこれでいいです。ちょっと待ってくださいね、これ行きましょう、これ行きましょう、やっぱりラッシュ1回でも入ってる方がいいでしょう。後半戦になってなんかわらわら落ち着かない挙動を示しておりますけれども、とりあえずねミサオパネルの角台開きまして、半箱ぐらい持って帰ったんですね、お兄さんが。その直後だったんで、でゲーム数も74ゲーム、いやこの辺はちょっとあんま信用できないな、ラッシュの後なんでよくわかんないですけど、とりあえず初打ちミサオパネル、ここからスタート、人生の再出発でございます、ね、はい、ちなみに僕が狙ってた台天国行ってるっぽいです。59ゲームでレインしてます、レインしてます。してレバーで音が消えて、わーボーナスも当たってたみたいなのがねいっぱい起こる台なんですけど、さすがに今日はちょっと厳しい、落ち着こう、いただこうよ。2万4000円分いただきます。指導継続、なんでなんで指導継続なの、あの台、あらあれ絶頂ラッシュ入んじゃねえかな、よっとしたら違う、ああ普通のボーナスか、普通のボーナスか、もう完全天国じゃん、ああ女のミサオ、ああミサオじゃないや、この人渡辺真知子でした、おりゃほんでイスタンブール、おっおっと西川のりおさんと神相撲星4ついただきました、これはチャンスですよ、赤、よし赤来た、怒涛のより、よし怒涛のより来た、来ただろ、よいしょ、ダークショーよいしょ、オーハイボーズ、このテンションの落差ね、おりゃー
っぱね。いやー参った。おいしょー、缶いただきました。愛は勝つだよ、缶だから。ああ V フラ出た。これどういうこと、これ何、ラッシュ、ラッシュ V だよね。はいパンダ来た。はいコパンコズ、おいしょ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 、どうしたの、おいしょ。なんで移動してんの。いやいや、なんとなくこういうのは意外とラッキーパンチあったりするんだよね。あと1000ゲームで天井ですから。1000ゲームないや、900。遠いね。イチコロだよ、イチコロ。この台なんか、ほら。これラッシュですよね、V だから。行きます。やりました、やりました。おい、あっと若干弱い、縛れ。はい、おい、あー弱いか、泣け。あらあら、これ続きますよね多分。あれ、ああ絶対来ないじゃん。絶対、あ、でっしょい。絶対っていうことはないんだよ、諸君。カンバカンカンだから愛は勝つってことでしょ。最後に愛は勝つんでしょ、これカンだから勝ちますよ。やってやろうじゃねえかよ、おい、やるか、おら。何なんだよこれ。よし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 。
チャンスね。全長おお白いジャージ3枚うわー来たー大丈夫はい来たまだ大丈夫まだ大丈夫この後来れるよしよしまだ大丈夫よしよもう一度大丈夫よあれこれもう確定ですよねもう一丁あ確定いった確定いったどうかー来ました何が確定なのかは知らないですよ僕はやっぱりなもうだよねいつも言ってますけどボーナスだけじゃ増えないかんで、ね、恋マジでハンバー出やがったよゲーム以内6連目はい燃えたはいお邪魔すなんかもう正直って感じレーンしてくれるのはものすごく嬉しいんですけどいまいち乗り切らないよねラッシュ入んないから出たー順押しカンバーあーお、どこにあったのただマジっすかよしダメ今のじゃダメだ完全に空振りしたあ遅れたあるオッケーまだ狙えますまだ狙えますあらうそ特訓かこっちかいレインボッターこれラッシュがいいなあダメやっと来たドーンあー長かった長かった長かったいかんが超ラッシュ伸びるよこれ
ティボーイ。よいしょ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 。もう解除して、あら閉まります。よいしょよいしょよいしょ、やったやった、やっとエアーティー中のオス番長。あら終わっちゃったわ、あら終わっちゃったわ。はい、乾杯。ほらほら、もうちょっと流れ変えましょう。ボックス行きます、ボックス行きます。貪欲に全部入れてみました。ダメだ、ボタンで消えたの俺初めて。そしてやはり完全に意識が飛んだ時なんだね。一気に見えてまいりましたよ。でプラス300でした。あーもう、あーもう左ダメですね、ダメですね、ダメですね。次回予告、はい、あ、これはチャンスアップですか、それとも確定。絶対確定、ありがとう。よいしょ、あさっきの続きで名古屋、名古屋アキラと覚えてください。まだまだダメでした、もうダメだよね、これね。きたー、絶頂ラッシュ来た。よっしゃ、これで一撃まくりやすよ。狙ってた台、後ろの狙ってた台。消えたんだ。いやもうこういうの目玉移動 OK だから、もうあのよくわかんないんで、流れに目を任せて徳さんの横でこの600枚をなくなるかどうなるかね。おお、来た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 、大チャンス。でもヨッシーがいない。あ、ヨッシーいない。あ、ヨッシーいた。赤七大チャンス、赤七大チャンスの稲妻 V 演出が出ました。もうダメじゃん、なんだよこれ。当たり当たり、は当たり当たり、ほらほら、なんかよくわかんないけど当たったよ。すぐ当たった、20ゲームぐらい。なんだよそれ。ゴートシュッて引けばいいんでしょ。何今の G ゾーン、
4ゲーム連続1回もテンパんないんだけど、何なんだよこれ。めっちゃくちゃやねんカズ。今日はダメだな。まあ、まだ可能性ゼロじゃないけど、5セットでゴッドが終わるってそうそう経験ないんで。してくれればもうすっきり帰れる。3回目3回目ついに来たぞこれ。そうだよ、いいのにね。あー押した。あ、これ太鼓持ちじゃないかって。もう後ろ悪いけど、完璧拾うなよ。もうないですね多分。たまにはこんな日もある。うん、ある。こういうこともある。頑張りました。お店もビッグなら出玉もビッグ。3時過ぎ、うん、本当に一握りまで行ったんですこれ、うんうん、で、あ、もう3時過ぎで終わって、うん、なんか少女もんって取って帰ろうって完全に気持ちがもう帰る方に切り替わった、うん、直後のそこでですゴッド来られました。また、5000枚来られましたね。パンチョ、パンチョ5000枚と2000枚かな。帰ります。はい、豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信。ウィチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信。魚拓とナルセの月とすっぽんぽん、すごいやつ。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。